皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はですね、スクイーズ作りやスイーズデコに、使うものの購入品ばかりの購入品です。はい、でも普通になんか日常生活で使うものとかもあるんですけど、まあ、スクイーズやスイーズデコを、作るための材料をちょっといろいろ買ってきたのでそちらが多めです。はい、なのであんまり興味がないという方はつまらないかもしれませんが、ご視聴いただけると嬉しいです。では紹介していきます。まずはダイソーでの購入品なんですけれども、こちらのキッチンスポンジソフトタイプの8個入りを買ってきました。色鮮やかで可愛くて、こちらはホームセンターで私はいつもスポンジを買ってるんですけど、それは結構大きいものを自分でカットして使ってて、これは小さめのね、いちごとかのパーツとかをスポンジで作る時とかにも使えるし、小さめのスクイーズを作るにはこれがいいなって思ったので買ってきました。こちらのお得用スポンジ 25P のパフを買ってきました。こちらはですね、パキパキスクイーズを作ったりとかしたいなと思って買ってきました。私は普段ね、最近はスポンジばっかりで使っていて、最近ねパフをね買うのはすごい久しぶりなんですけど、まあ、パフを買ってきましたね。はい、で次にこちらです。こちらの木製ピンチナチュラルカラーを買ってきました。これはねスイーツデコをつけて、おばあちゃんにあげたいなと思ったので買ってきました。で次にですね、スイーツデコには関係ないんですけれども、こちらのミックスフラワーガーランドというこんな感じのお花とかリーフみたいなものを買ってきました。これをお部屋に飾ったら可愛いなと思ったので買いました。はい、次にですね、こんな感じの引っ掛けダブルドアフックというものを買ってきました。これはね全然関係ないんですけど、普通にクローゼットにこれを引っ掛けて制服をかけたいなと思ったので買ってきました。これはお母さんが買ってくれましたね。はい、次にこちらです。これもお母さんが買ってくれたんですけれども、こんな感じの紙をね留めるゴムですね。こういうゴムは私よく使うのでこちらを買ってもらいました。はい、ダイソーでの購入品はこれで以上になります。はい、ですね、次にですね購入したものなんですけれども、すいません、もう一つありました。本当に申し訳ないです、すいません。ダイソーでこちらのマグネット、これで最後でした、すいません。クリアタイプというものを買ってきました。こちらにまたクリームでシリコンでデコって使いたいなと思ったので買ってきました。はい、ダイソーでの購入品は以上になります。次にセリアでの購入品なんですけれども、こんな感じの、写真立てみたいなフレームですね。こちらを1,2,3,4,5個買ってきました。全部違う色なんですけれども、こちらはデコレーションしてちょっと販売したいなと思ったので買ってきました。はい、次にこんな感じの強力マグネットミニハッピーというものを買ってきました。こちらを2つ買ってきましたので、16個、はい、になりますね。こちらはスイーツデコの後ろにつけてマグネットとして使いたいなと思ったので買ってきました。はい、次にですね、こちらの、伸びる便利なリール式というこちらを買ってきました。おばあちゃんがなんかこちら鍵をね、この前鍵を開けている時見た時になんか引っ張ってものじゃなくて普通のやつを使ってたんですね。でなんかこういうものがあるんだよっていうお話をしたら見たことないって言ってて、これにデコレーションして可愛くしておばあちゃんが好きな猫とかのなんかスイーツデコとかつけておばあちゃんにプレゼントねしたいなと思って買ってきました。結構おばあちゃん宛てのものが多いんですけれども、はい、これを使えばおばあちゃんも便利かなって思ったので、鍵をねなくさずに済むかなと思ったのでこちらを買ってきましたね。はい、はい、でですね、
こちらを2つ買ってきたんですけれども、色違いのものなんですけれども、まあ、同じおばあちゃんにあげるわけではなくて、もう普通に2つ作ってどっちか欲しいものを選んでもらって、もう1つはまあ販売したりいろいろなんかまだ考えてないです。はい、ですね、次にマイメロちゃんのスプーンを買ってきました。まずはこんな感じのスプーンです。こんな感じでここにもハートがついててめっちゃ可愛いんですよね。こちらは、結構大きめな感じで、まあ、カレーライスを食べたりするときにちょうどいい感じのものですね。で次はゼリーとかを食べるときにちょうどいい感じの大きさのこんな感じのスプーンになっています。こちらもマイメロちゃんでとっても可愛いです。で次にこんな感じのケーキフォークというものになっていて、ここにもハートがついています。こんな感じです。はい、ちょっと充電がなくてすいません。こんな感じです。はい、フォークもお母さんに買ってもらいました。はい、スプーンとかですね。はい、次にホームセンターでの購入品になるんですけれども、まずはこちらですね、楽々切れるというこちらのハサミを買いました。これはですね、スクイーズをハサミで切るときにいつも使ってるハサミが切れ味が悪くなってきて、なんか切れなくなってきたんですよね。なので、まあ、こちらのハサミを買ってきて、まあね、楽々切れたらいいなと思ったのでこちらを買ってきました。まあ、今度スクイーズ作るときにこちらで切りたいと思います。でそれと一緒にこちらのカッターも、スクイーズを切るときに使うので買ってきました。私の持ってるカッターを結構ずっと使ってたので切れ味が本当に悪くて、もう刃をね切って切って切ってたらなくなってしまって、芯だけ買えばよかったんですけど、芯がよくどれがどれだか分からなかったので、とりあえず普通にこちらの本体を買ってきました。はい、で次にこちらのジョイントコークホワイトを買ってきました。こちらはスクイーズを作るときに使うんですけど、以前たくさん作りすぎてなくなったのでまた買ってきました。はい、次に、スポンジなんですけれども、ちょっと待ってくださいね。こちらのアイディア次第で使い方いろいろバラエティスポンジ柔らかめというこちらのスポンジを買ってきました。はい、ですね、私がスクイーズ作りによく使うのはこのスポンジなんですね。で、ですね、何センチか教えようと思ったけど何センチか分かりませんわかんないので、まあ、分かんないんですが、ですね、なんて説明すればいいのかな。ジョイントコークとこれぐらいだから、ジョイントコークない方は分かんないですよね。まあ、とにかく結構大きいです柔らかめってね、ここにね柔らかめって書いてるんですけど、固めとか普通とか見たことなくて、柔らかめしか見たことがないので柔らかめを使っています。まあ、でも柔らかい方がいいんですけどね。はい、で、まあ、今度ね普通にスクイーズ作りに使うスポンジ紹介もしようと思っているんですけれども、とりあえずこちらは今ご紹介しますね。はい、こちらはですね、私がいつもスクイーズ作りに使ってるんですけど、全然何にも弾力がないです。はい、でこの前ねパンのスクイーズを作った時にはニトリの低反発の999円のスポンジを使ったんですけど、はい、キティドーナツを作った時はこちらのスポンジを使ったりとか、結構このスポンジは好きですね。本当は結構前に使ってたスポンジがなんか売り切れてしまって、もう売らなくなったっぽいくて、それをね本当は買いたかったんですけど、それがないので仕方なく今はこちらを使ってるんですが、こちらも安くてまあいいので、私の家の近くのホームセンターで買ってますね。はい、というわけで今回の購入品は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。